現時刻が3時58分を過ぎた時間帯というところでございますがさて、えー、本日の株式市場でございますけども、えー、ワールドカップサッカーの影響で、まあ、個別銘柄においては関連スポーツ関連株。 まあ、この辺はかなり春別されて、えー、日本勝ったと、まあ、勝ったというか引き分けでございますけど、好調だというところに関しては少し関連する銘柄も春別されたようでございますけども、日経平均株価のはちょっとじり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 と下がっていってしまったという経緯でございます。日経の大引けがですね、えー、本日でございますけども、 22,338円というような水準感で、えー、終了したというところでございます。ちょっと株式市場、かなり今、上値が重かったというところなんですけども、さては先ほどのサッカーの話はさておきと、同じ時間帯で話題になりましたのがこちらでございます。えー、こちらの方はトルコ、エルドアン大統領、えー、勝利宣言をしたのが本日の東京市場の早朝でございました。こちらの方は、えー 同代表が務める党の斎藤でございます。まあ、こちらの方がですね、直接ご覧になっていただければというふうに思いますが、で、 エルドアン大統領の勝利宣言が出てますねというところでですね、フィナンシャルタイムスの方も、ちょっとこちらご覧になっていただければというふうにして思いますが、同様にですね、フィナンシャルタイムスでもこのエルドアン大統領の勝利というものを、まあかなり取り上げているという経緯ではございました、えー。ただしですね、ここでちょっと非常にややこしいのは、えー、このちょっと下のところをよーくご覧になっていただければというふうにして思います。 確かにエルドアン大統領の、えー、まあ構成発展と AKR と、AKP という言い方の方が分かりやすいのかと思いますが、こちらのサイトの方はどなたでもご覧になれるわけですけども、この下ですね、グッと寄せて、このちょっとベタ記事みたいになってくるんですけども、トランプターゲト、トランプ大統領がターゲットに置いているのが、中国のインベストメント。 ここなんだというのをちょっとベタ記事に出て始めたなとなったら今度はウォールストリートジャるル大きく出し、出しました。トランプランニューカーブオンチャイニーズインベストメント。要は IT 関連のところに中国が、米国におけます IT 関連のところに投資をするものに対して制約をするんだと。おーいうような形で東京市場ちょっとびっくりしてグッと下押しになった経緯でございます。で、その辺の、ひょっとしたらそういった動きあるかもしれませんねというのはちょっと先月ながら、先週の金曜日 出させていただきました。ウィークリーレポートでちょっと書かせていただいたんですけども、この時はこの一つのヒントとして出てましたのが、ライトハイザーさん、次の段階は米国の技術を買おうとする中国の投資を規制することだということは、まあまあなんとなく言っていたんですが、これを受けて東京市場がちょっとえっていうような形で驚いたというところでございました。で、日経225のオプションの方を、 日経22ーのオプションちょっとご覧になっていただければと思いますが、コールの方の膨らみ、まあこうしたところの動きというのもちょっと気になるところではございますが、まあおそらく権利公式の、まあこれ低いコール買って高いコールをいっぱい売るというような、レシオコールスプレッドのポジション形成してるのかなと、要はこれあんまり上がらんぞというような、一般的に、まあ急激に上昇する可能性はちょっと低いぞというような見立てでのオプション戦略というふうにして一般的には言われておりますが、えー、そうしたところではこの、 えー、23,500円。 え、が3000枚強。2万3250円、2万325円。これ年が2000枚ずつとおいうような出来高をもってして、2万2375円のストライクの時にそういった出動きになっていると。で、一方で、プットの方なんですが、えー、今日も1万7250円ぐらいのところまでのプットの膨らみが、まあ、2万円のプットというのも2000枚、えー、2万1500円のプットというのもこれ2000枚強というところなんですよ。やはりちょっと加減のところを意識させるような展開になっているなというのが、ちょっと非常に にない今回の売買シナリオ、こちらでご案内させていただこうかと思います。今回の売買シナリオ、まずはドル円からでございます。え予想レンジなんですが、109円の20銭から、109円の65銭というところで考案いたしました。で、先ほどの、おまあ、 米国におけます、まあこれ中国企業のハイテク関連に対する、まあ、投資を禁ずる計画というのも、これ明確には、これも観測記事なんですの。の香港の記事でちょっと見たんですが、えー、おそらくムニューチン財務長官、こうした中国からの投資制限について、えー、まあ制限するかどうかと、まあ、29日、 国際緊急経済権限法なるものがあるそうでございますが、こうしたものの動きというのが29日になるんじゃないかというような見立て、要は今週末でございますけども、そうした動き、まあ、この辺に関連するのが今夜もツイッター法出てくるのかなというふうにして、トランプツイッター法ちょっと怖いなというふうにして思うんですが、9-20から9-65という予想レンジの中で、ポイントは、 のののボリンジャーの中心線線そそししてて転換線そして雲の上限この辺をちょっと割れてしまったというのがちょっと今、非常にですね、えー、和の重さが気になるテクニカル的な焦点なのかなとううにして見ております。したがって9の20、9の6号なんですが、そうは言ってもですね、109円の3 5 4丸米朝会談が始まる前の寝方さ、撤収した水準と以前も申し上げました。6月の11日、えー、この辺の水準感をちょっと下値に見て、えー、どう水準で買っ で、えー、9-60で売り出し、ええー、やん。 40銭幅狙い。で、アゲンストは9の20。40銭幅狙いの20銭リスクしか取りたくないと。ただし上値、上を追うならば、ずっと持っていたいなというふうにして思うのが、買いの場合の本音でございます。一方、売りの方なんですが、ちょっと、まあ、トレンド的には下見てますので、素直に9の6号で売り待機。で、買い戻し9の3号。まあ、硬かったところで3号。30銭幅狙い。で、アゲンストなんですが、9の9号ということで、こちらの方は30銭いいということで、勘案いたしました。で、今夜のところ、 でございますけどもやはり経済指標なるものと考えますとそれよりもやはり先ほどもおしゃいましたトランプ大統領によって中国企業がアメリカの IT 関連のところに投資することを禁ずる云々ぬんこの辺の観測報道が今後さらに強まってくるのかどうかここがちょっとポイントになるのかなというふうにして睨んでおります当社取引画面などでのヘッドラインニュース十分ご注意いただければというふうにして思います 日経225の方でございます。22,400円から600円での要素をレンジで勘案いたしました。で、こちらの方はあ、まあ450円。まあ450円というか、まあ400円でも450円でもこの辺のレンジ感というところで見ているんですが、22,400円から600円。 で、この辺の根拠でございますけども、まあ、直近の再ボトム感ということと、ちょっと気になるのが、ニューヨークダウが現時刻、東京金融取引所クリック株365では24,480ドルぐらいでしょうか。東京金融取引所クリック株365の方が22,000、まあちょっと450円割れてきてるような水準感。この辺のところでちょっとベンチャーエントリーで買う。 たもののその後でございますね買いたい買いたいんですがあリスクはちょっと抑え目に100円、えー、というところでやはり200日移動平均線割れてしまったらこの辺は一旦万歳なのかなと思いますで上値においてなんですけどもかなりテクニカル焦点が2万2600円水準の 金宝で、ぐぐぐっと寄せてきてるのは、これご覧になっていただければと思います。えー、もう一つずつ申し上げるとちょっとキリがないぐらい寄せてきてるんですが、ここの手前で利食いということで、100円。 狙いの、えー、まあ、150円リスク、まあ、100円イチぐらいのところが実際なのかなとってにして思っております。えー、まあ、そうした意味では、まあ、に、えー、ま、あ損切り250円ぐらいでも、というところなんですが、えー、いずれにしてもちょっと浅めではあるんですが、買ってみたいなと、売りというよりも買ってみたい。じゃあなんでそんなに買いたいのというところだとは思うんですが、さて今、トランプ大統領が頼れるという言い方をしたら変なんですが、やはり株価。株価をですね、まあ、 さらに下落させるような加熱感を果たして中間選挙前に頼れるものが株価しかないのにと言ったらちょっと語弊あるかもしれませんがそこをさらにわざわざ悪化させるような牽制的な姿勢を 国際外交の舞台で強めるのかどうか。まあ、その辺がちょっとポイントになる。まあ、それでもい一緒に丸がかいでデッドライン、各国主要各国抱えてですね、崖っぷちまで突き進んでいくんじゃないかという懸念があるからこそこういう動きになってるんだと思いますが、ちょっとそこまでは行かないんじゃないかなという、ちょっと期待値を持って、えー、勘案いたしました。で、本日の日経平均株価でございます先ほど、まあ、ワールドカップ関連のところはちょっと変われたというところではありますが、基本的にはですね、値上がり、銘柄 プラスに対して値下がりの方がまあ、約5倍ぐらいのさになってしまったというのが本日実際のところであったというところでございますが、この辺のですね反転試合が今夜ニューヨーク州で試されるのかどうかその辺をですね一つのポイントとして今夜、えー、まあ様子見でもいいのかもしれませんが十分ご留意していただいてお取り組みいただければというふうにして思います。 ということで、マーケットちょっと週明けというところでですね、かなり円高株安というような動きがですね、収支からぐっと圧迫されてしまった経緯でございますが、リスク管理の方は十分ご注意していただいてお取り組みいただければというふうにしては思います。以上、4月の25日月曜日の株と為替の売買シナリオでございました。